チームカジサク球技大会。いやえ、何ポイント？ちゃんとおでこが何ポイント？モーターボール大好き。さあ、というわけで第3種目バレーボール。来ましたよ、バレーボール対決でございます。バレーボール J、 これも解釈ルールとなっておりまして、コート内には4人でございます。4人でサーブは誰が打っても OK、はい、ということでございます。はい、11ポイントマッチなんですけども、3マッチあって日本選手でいきたいと思ってます。まずは白組、はい、スタメンメンバーお願いします。スタメンメンバー発表します。はい、リオちゃん、嫁作、コウ君、リュウジです。あそうなんですよ。情報によりますと、はい、まだそんなに参加はできてないらしいけど、ハル君とコウ君がバレーボール部に入ったらしくて、そうそうそう、おめでとう、ね、まだ本当に触り程度らしいので、はい、これから先どんどん頑張っていくっていう感じだね、うん、はい、というわけでそのメンバーがスタメンです。スタメンで、はい、ちなみにメンバー何回変わってもいいので、はい、よろしくお願いします。わかりました。そして赤チームの選抜はカジサック当時ハル君常です。このメンバーでやっていきたいと思います。はい、今現在ポイントが赤組20ポイント白組が0となってます。うん、そうですね、相当追い込まれている。まあかなり追い込まれてます。ただ追い込まれた時の底力、白組は持ってる。まさかチームメイトがいるとは思わなかった。こんなに声しないんだったらね。大丈夫だ、俺は聞こえるよ。はい、今視聴者さんはほぼみんな白チームを応援してるよ。そうでしょう、そうでしょう。やっぱうちの視聴者さんっていうのは負けてるチームを応援してそういうことですよ。視聴者さんやったりする。はい、ただいや、ただ出た、ただ な俺たちはやるからには全力でやるしかないもんな、うん、失礼や、そんなもんは、うん、まあね、そりゃそうです。そりゃそう、手抜いてもらったらそれ失礼ですよ。そういうことよな。全力でぶつかってきてください。よろしくお願いします。お願いします。2セット選手でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。Yeah!
あと嫁さんとリオちゃんやばい。せーの、くるりリオちゃんやばい。一回冷静に、冷静に、全然悪くなかった、うん、めちゃくちゃいい勝負頑張ってた、うん、どう見ててどうでした？ナイスでした。私初めて見たんです、バレーボールやってんの。ハル君が泣きそうになってる。はい。ハル君もコウ君も成長してますわ。ナイスプレーやったよ。完璧完璧。いい勝負だから。いい勝負めちゃくちゃ。じゃあ次取りましょうね。はい。頑張ろう。はい。次のセットも絶対勝とう。イエーイ。2セット目でーす。さあ現在白チームが1ポイントリードしております。果たして勝負はどうなるのでしょうか。それでは試合開始です。スタート。Yeah!
2セット目取りました、はい、よっしゃはるくん覚醒したね。サーブめっちゃうまい。ナイスサーブやった。どうやった？よかった。よかった。なんとめちゃくちゃいい勝負になってます。1勝1敗、はい。やろう。はい。あと、はい、行こう、はい。みんな応援も頼むな。せーの。せーの。はい。ホット。これで並びました。はい。最初すごい良かったし、全然いけるから。チームワークはバッチリ。どう？同じメンバーで行く？行けます？いいんじゃない？行ける？体力大丈夫。体力大丈夫。コウ君も。よし。よっしゃ。じゃあ最後も同じメンバーで、はい、絶対勝とう。じゃあコウジ、エンジン組もう。よし。よし。静電気。せーの。あ、せーの行こうか。よし、勝つ頼むぞ。せーの。はいさー。絶対勝つぞー。さあ、というわけで泣いてもらってもラストセットでございます。よいしょ。ちなみに赤組はメンバーチェンジします。はい、ちょっと常と僕疲れたんで、はい、ここでキーちゃんのかけらでーす。楽しんでいこうな。はい、ではサード赤組から。せーのー、みんな頑張れー。せーのー。まあ、ナイスだ。キーキーチャンスチャンス。くる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 。
めちゃくちゃ頭打ったんですしましたけど、でしょ、うん、ただ頭打ったと思うやん、はい、膝でブロックしてマジ全然大丈夫です。あなダメだダメだダメだこりゃ。そうそう、ほんまに大丈夫。すごい、さすがナイス反射神経、はい。皆さん、多分白組応援してたと思います。すいません。全力、やっぱりさ、うん、勝負って諦めてあかんな。一番展開ある。ぶっちゃけ常梅、かんちゃん、せんちゃん、負けたと思ったでしょ。大丈夫です。いけると思ってました。いける。もうね、これでね、もう、なんか白組が勝てそうになっても、もう赤組はそこからできるって分かった。さすが。かわいい。いや、俺ら特にはるか、うん、俺らもう諦めてなかったもんな。諦めてなかったよ、もう最後まで頑張るって気持ちでやってたね。マジで奇跡じゃない。いや、これはもう本当にすごい、うん、いい戦いだった。いい試合。うん。で、試合はね、うん、もうどうなるか分からない。そう、うん、まだあるから。まだある。まだあるんだよ。さすが。
次のボールスプーンで勝ったらまだいけるから、勝利のホイサー行こうぜコーチ。ホイサー、よいしょ、絶対次勝つぞ、頑張るぞ。さあ、というわけで第4種目はボールスプーンリレー。さあ、なんとですね、はい、総合ポイントが赤チームが今30ポイント、はい、白チームが0ポイントです。0ポイント、すごいことになってます、はいはい、ただここで取ればまだ分かりません。そういうことです。頑張ってください。頑張ります。ルールを説明します。ボールスプーンリレーなんですけども、はい、こちらですね、スプーンこれあるんですけども、ここにボールを乗せた状態でリレーをしていくということなんですけども、はい、バトンはこのボールです。例えば僕とトンボさんで、はい、僕がトンボさんにパスするときはこう渡さなくてはいけません、はいはい、でこれで僕がこうやって、まあ、これが成功パターン、はい、もしも走ってる人がボールを落としたとき、うん、はい、こうなったら落とした人が拾って落としたであろう場所に戻って自分で置く、はい、例えばね、ボールが前に転いで、ああってこうやったらずるいことになる。そういうことですね、うん、必ず戻る、戻る、これが基本ルールです、はいはい、そしてもう順番は決まっております。はい、まず白組からお願いします。はい、トップバッターは私、山口智です。お、はい、続いて2番、はい、リオです。お、はい、はい、そして3番、はい、カジキ、4番、はい、コウくん、5番、はい、はい、青くん、6番、はい、ヨミサック、はい、7番、ヤシトミです。お、はい、8番、はい、ヤサケです。はい、9番、はい、ヨミです。なるほどー、リオランカーです。対した赤組は、はい、1番、ツルです。2番、ジャンベです。3番、アレです。4番、タケラです。5番、6番、はい、7番、はい、8番、はい、9番、はい、というわけでございます。なるほど、はい、アンカー、僕がアンカーでやっていきたいと思いますので、はい、もうこれあれですよな、みんな、はい、情けなんかかけねえよな、はい、行っちゃいますよ。はい、もちろんそれで構いません。大丈夫ですか。何が、まだバレーボール引きずってるじゃないですか。何をおっしゃいますやら。あんなこと起きるんですね。まあ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 、スポーツの面白いところですよね。あ、そうですか、はい、俺見ましたよ。どうしました。バレーボールが終わった瞬間に、はい、リオちゃんが外に出てた。相当メンタルやられてんじゃないの。どん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 、リオちゃんはただただ外出たかっただけ。定期的に外の空気吸わないとダメなこと。本当ですか。そういうことですよ。リオちゃんの肩がこうなってましたよ。全然全然なってない、なってない。どんどんどん、まあでも楽しんでね、はい、そうですね、やっていきたいなと思いますんで、はい、一発勝負でございます。一発勝負、よろしくお願いします。うわー、絶対勝つ。さあ、じゃあここ、かんちゃんよろしく。いきます。はい、3、はい、イエーせーの、ホーム、ここが正念場です。ここで勝てば、まだ同点優勝の目がある。絶対に心を一つにして、勝ちましょう。勝ちましょう。よし、じゃあコジ、頼む、頼む、絶対勝つぞ。さあ、というわけでいよいよ本番でございます。はい、じゃあ木島くん、お願いします。はい、それでは位置についてよーい、よし、こっちだ、はい、あっ、こっちだ、うわ、はい、
勝った、ついに勝ったぞ。コウ君やったぜ。ナイスナイスナイス。コジがめっちゃ早かった。コジめっちゃ早かった。マジでナイスナイス。白組初勝利だ。やったやった。これもう初勝利ってことはもう優勝と同じですから。優勝と同じです。優勝だ。優勝だ。次頑張れば、次頑張ればいいんだ。そうそうそう、最高です。どんまい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 。すごいや。すごい。船長お疲れ様。いやー、悔しい。おもろいね。面白い。あれなんかめっちゃ勝ってなかった。めっちゃ勝ってた。なあ、ちょっと合流しよう。いやマジで、はい、おめでとうございます。やりました、やりました、やりました。もうさ、バレーボールからさ、はい、何この戦い。いや本当に抜いて抜かれてみたいな。正直最初やばかったでしょ、シロ、うん、いや俺正直あぐらかいしたよ。そうでしょ。あ、もうまた勝っちゃったと思った。ちょっと笑ってたでしょ、もう勝ったなっつって思った、うん、気づいたらリュウジが先に行ったから。そうですよ。お見事、つないだぞ。つなぎました。というわけで白組に10ポイント。やばい。さあ、というわけでラストでございます。はい、5競技目はドッジボール。来ましたよ。来ました。いよいよラストでございます。ラストの競技、はい、今総合ポイントが赤組が30ポイント、うん、そして白組が10ポイント、はい、ラストのドッジボールは20ポイントなので、うん、ここで白組が勝てば同点優勝。そういうことですね。赤組が勝てば赤組の優勝となっております。はい、ルールの説明をします。はい、内野6人、外野3人からスタートします。で、内野の人は当てられたら外野へ、復活なしです。内野の人が全員やられた段階で、もともといた外野の3人が内野に行きます。はい、その戻った3人がやられた時点でそのチームの負け。はい、そして今回もバドミントン、バレーボールと同様日本選手でいきますので、はい、よろしくお願いお願いいたします。最初ジャンプボールでいきましょうか。あ、ジャンプボールいいですね。ちなみに外野がですね、赤組がカジサック、常、当時です。はい、白組がトンボ、安武、リュウジですということなので、はい、内野代表かけだかな。はい、ジャンプボール、白組は吉富でいきます。出ました、よし、エース。あのバファリンからあんまり喋ってない。あれ以降も元気がもう全くなくなったと言われている。アウェーだと思ってます。薬全然効いてない。効いてないんです。はい、ですけども、はい、さあでは、はい、一言ずつはもういいか。そうですね、もう行きましょうよ。行ったろうか。ここで勝負決めたのか。決めたのか。先生どうぞよろしくお願いします。
よしとみーよ、よしとみーよ、エース、よしとみーカレー、よしとみーカレーです。いいよ、奥君。お願いします。はい、ゆうちゃん。
僕が聞こえてるかどうかが一番大事ですよ。そうですね、はい、シュッて音が聞こえました。はい、完全にシュッて当たりました。当たりました。はい、でも服です。これはどうですか？セーフか。セーフでいいですか？パンって当たってないです。パンパン、あの足には絶対に当たってません。なるほど。要はこのナイロンのパンツにシュッ、これです。どうでしょうか？セーフ。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。狙ってっていいからね。はい、よっしゃ。ああ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 あ
これはね、ここで投げつけたんやこれうちのチームの外野のボールをここで取ったんや、はい、ほんで当てたんやすいませんこれはちょっともうノックアウト見せてくださいセーフありがとうございます1対1の勝負ってか1対1の勝負次勝てるな。もう一個や。もう一回。次絶対勝てる。よし行こう。まだいける、まだいける。そうだ、そうだ。次勝ったら。まだ負けてない。まだいける。まだ負けてない。よし。コジ、勝利のおたけに頼むぜ。青くん頼むぞ。勝つぞ。せーの。ホイッサー。絶対勝つぞ。違う、はい、ここで当たってたし、で俺何してんのお前って言いながらだけどツッコミ違う温度が合ってないですなんでやこっちのセリフだいやこいつ最後
すごいすごい。爪を蹴って一瞬ブッときちゃった。当てやがったな。お前、遠慮しすぎやろ。絶対大チャンスやった。確実に止めましたからね。確実に止めて、こんなんな。危ない。急ブレーキ踏みました。踏むな。パンちゃん、やってらないと思う。あら、そんな特別扱いはぶち当てだったらええねん。いただきます。頼むで、ほんま。はい、いただきます。俺なんか阿波踊りみたいな踊り出したから急に。失礼します。当たっちゃった。アウトだ。リオちゃんアウト。やばいよ。俺が今ふざけて失敗しただけ。すみません。すみません。しかも敵ボールになっちゃった。ごめんなさい。Nice!
これは何で、今のはこれ何ですか、これ何だったんですか今のは。梶原さんが、はい、へいって言ったのを聞いて投げようと思ったんですけど投げられなくて転んじゃったフェイントじゃないんですね。フェイントじゃなくて梶原さんにパスしようと思って転んじゃったんですね、はい、あ、そういうこと、可愛かったです、うん、ありがとうございます。すいませんカメラさん、すいません、申し訳ございません、すいません、面白い。それでは再開です。の後ろに隠れたんですよ。竹田、竹田、そんなことどないなってんねん。そんなことです。そんなことない。なんでせんちゃん盾にするんよお前。せんちゃん大丈夫か。ごめん、せんちゃん、いけた。よかった。さすがになしにしてください。さすがに今のなしにしてください。事故なんで。大丈夫だな。大丈夫せんちゃん。びっくりした。びっくりした。どこだった。お腹ぐらい。お腹大丈夫、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 大丈夫。しました。なんと、はい、50対10 で、 そうですね、赤組が勝ちました。でも、これは白組も勝ちだと思うよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ頑張ってたと思うし、もうみんなすごかった。多分視聴者さんもめっちゃ応援してくれたと思うし、はい、でも勝負事なんでね。まあそうですね、しょうがないかなっていうところで、はい、一言ずつもらってもいいですか。はい、桃さん、白組お願いします。コジ、悔しかった。悔しかった。悔しいな。でもね、楽しかった。そう、コジは最後までもう自分のチームが負けててもポジティブにすごいね声出してくれたんで、すごい助かりました。最高でした。コウ君、いや楽しかったです。楽しかった。コウ君大活躍でした、すごかったな、ほんまに。もうね、
バレーボール頑張ろうな、これからもな。最高だった、コウ君がチームでよかった、最高。いや、リオちゃん、もう最高だし、もう本当にメンバーが最高なので、このチームでこれからも頑張ります。おまさかのリベンジ宣言、このチームでな。なるほど、うん、やろうよ。まあ子供たちが良ければですけれども、いつかまた、いつかまた、ありがとうございます、リオちゃん、最高。やめたく、いや本当にチームの みんなが一丸となって、みんな仲良く楽しく最後までできたので、本当に楽しくてありがとうございます。さあ、そして青くん、いい涙だよ、それは。いろいろ頑張った、青くん、頑張った。青くんはね、本当にね、成長にびっくりした、すごかったな、うん、青くんのおかげで本当にチームがね、救われた、最高だ、青くん優勝、最高だ、青くん優勝、青くん優勝、俺の中では青くん優勝です、優勝です、最高です。違うんだよ、これはな、負けでいいんだよ、負けてんだよ、で、この涙でいいんだよ、この悔し涙でいいの、そう、お前は今日負けたんだ、でもこの悔しさをバネに次頑張るんだよな、青くん、次こそ絶対勝とうな、優勝優勝でした、優勝だった、え、優勝だったんだ、人によっていろんな話聞いたから、そういうことや、でも今は人の話は聞けないかもしれない、でも俺はね、ほんまに思うんです、こういう涙って素晴らしいと思った、まあ確かにね、悔しさバネにしたらいいんですよ、次また頑張ろうな、頑張ろう、私上げたかった、青くん、お疲れ様、お疲れ様、はい、いや、リュウジ、はい、ちょっと負けてしまって、トモさんはちょっと勝利のリーダーにすることできなかったんですけれども、とんでもないよ、まあもう皆さんで一致団結して、もう最高に楽しかったです、ありがとうございます、いいチームだった、マジ最高、やったけ、いや本当に僕ドッジボールで人生終わったと思います。あの瞬間やっぱどういう、どこで気づいた、どこで気づいた、せんじゃん、こうなって手から離れた瞬間に、僕掛田くんだけはずっと狙ってたの、見てたよ、そしたらキュンと一致して、せんちゃんとあーってなって、ここでもう終わったと思います、絶望やった、死んだと思うんですよ、僕が、あ、死んだと思う、本当に申し訳なかったです。いやでもあれも俺はいいと思ってて、やっぱガチでやってるからこそ起こり得ることやし、うん、何よりもあの時にせんちゃんが泣かずに耐えて、ありがとうせんちゃん、そのどっちより楽しんだもんな、全然怒ってないもんね、よかったもんね、なんだったらキャッチしたかったよな、次はキャッチするぞって、次はキャッチするぞ、ありがとう、かわいい、最高だ、ありがとうせんちゃん、いやでも安崎お疲れさん、お疲れ、最高だよお前は、さあ、よしみ、はい、いや最後のドッジボールでは、うん、信じられない、信じられない、ヒルマン監督でした信じられないか、何ですか、うん、当てられ方をしてね、びっくりしましたけども、うん、まあいろいろあと常嫁さんにね、うん、本気で投げてしまったりとか、うん、正直あれもちょっと常嫁も笑ってたし、うん、笑ってもた俺も、うん、ね、よう常嫁にあれやっちゃう常ならまだしも、よしとみが常嫁に全力で投げるってな反省するところもありますけど、はい、またちょっと来年は勝てるように頑張りたいなと思います、うん、さあラスト、トンボさん、はい、僕がリーダーということで、もうその時点でね、みんなからしたらね、ちょっと大丈夫かなっていう思いにさせてしまったかもしれない、そうですね、そうですねそうですね、早いな、うん、そこは指定戦と、で僕多分今大変なことになってる、これが言わせてください多分今大変なことになってる、コメント欄で、はい、そんなことない、そんなことないよ、安崎せんちゃんに謝る、はい、そんな視聴者さんいないよただ、はい、もうね、みんながそんなね、気持ちを吹き飛ばしてくれるぐらい、うん、前向きで全力でポジティブに最後まで突っ走ってくれたんで、うん、本当にチームメイトに救われました、うんうん、皆さんありがとうございました、最高のチームだった、ナイスリーダー、敵が足のチームでよかった、ありがとうございます、お、青くん復活したな、青くん次は絶対頑張ろうな、悔しかったか、悔しかったな、うん、どう青くん、もし次もう一回球技大会するとしたら同じチームでやりたい、おリオちゃん、チーム変えるお願いします、チーム変えさせてください、青くん、これがリアルですでもこれでいいんです、これでいいんだ、ガチのチームがいいな、またそこはガチでね、ガチでやろう、たらでも最後青くんのね、こうやって絡めてよかった、よかった、うん、さあそして優勝チームの赤チーム、順番に聞いていきましょう、まずはせんちゃん、うん、楽しかった、
楽しかったね。最後ドッジボールすごかったな。ずっと残ってたもんね。はい、お疲れ様。よいしょ。さあ、影の MVP と言ってもいいんじゃないでしょうか。いよ、キイちゃんどうだった？勝ち負け勝なんか関係なくみんな頑張ってて、うん、うん、めっちゃ楽しかったです。なんて実はちょっと寂しい話があって、うん、キイちゃんが実は引っ越しすることになりまして、それが決まったので実は転校するんだよね、うん、だからちょっとしばらくコーチと会えなくなるかもしれない。 それはちょっと寂しいかもしれない、ね、うん、けどほんまに勝ち作チャンネルに2回も出てくれてありがとうな。こちらこそです、うん、もしなんかまたタイミングが合えばさ、うん、来年とかあの東京から出るわけではないらしいんで、あ、なるほど、こういう時にもしタイミング合えばまた出てよ、お願い、出たいと思ってくれる？出たい。あーげー、めっちゃありがとう。運動神経良すぎ、良すぎ、すごい。さあ、かんちゃん、はい、たくさんのミスをしてしまって悔しいところはあるんですけど、うん、それでも頑張れるところは頑張れたし、すごかったよ、ドッジボールめっちゃ受けてたよ、うん、すっごい楽しかったので、うん、オールオッケーです。よし、オッケー、よし。いやもう本当にもう今回のあの球技大会もみんな活躍できてたし、うん、その大人も子供関係なく楽しめてたんで、うん、すごいいい大会だなと思えたのでまたぜひやりたいです。おい、らしいね。ずっこけかけちゃん、はい、ちょっとずっこけたところもありましたけど、かわいい、かわいいよ、よかった、あの最低限できたかなと思って、うん、はい、ありがとうございました。いや、ドッジボールめっちゃすごい、覚醒してたやんか、覚醒してたよ、ありがとうございます。あの時正直お前、彼女よぎってたやろ。よぎってましたよぎってたんだ。そらよぎるだろ。そうか、ほんでずっこけとんねん。かけた、お疲れ様、本当にありがとう。はるくん、頑張れたところもあったし、まあ、足も引っ張っちゃったところもあったので本当に、まあ、引き分け、引き分け、あ、気持ち的には気持ち的に、なるほどね、自分とも戦ってたわけ、なるほど、活躍もしたかもしれんけど失敗したところ自分の中では引き分け、そういうことじゃな、はい、けど頑張ってたよ、頑張ってた、はるくん、バレーボールのサーブもすごかったし、めっちゃ上手やった、うまかった、めちゃくちゃ良かったよ、ありがとうございます、本当にお疲れ様、お疲れ。さあ、つねおめ、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、はい、もうあの伝説の常嫁のノールック当て、いやもうあれは本当にノールッククラッシュとでもいいでしょうか、いや本当にニコニコしながらこっちになってあれすごい技ですよ、あれすごい技でしたけどね、常嫁のお茶目な部分がお茶目ですね、出たのじゃないかなということでね、この後また大阪に帰られるということで、はい、本当にお疲れ様です、ありがとうございます、参加ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございました、苦手な球技でしたけども最後まあ多分ドッジボールあんま映ってなかったと思うんですけどもね、あ、映ってました？映ってないですよね、いや、映ってるでしょ、映ってるでしょ、いやいや、だってみんな僕、外野から入って一発当てられてまた帰っていった多分ね、映ってないんですよ、映ってないかな、映ってたと思うけどな、でも、そんなね僕でもこうやってみんなでチームワークで優勝することができたんで、うん、そうね、やっぱチームワーク大事だなと今回思いました、本当に楽しかったです、ありがとうございます、はい、ラスト締めさせていただきますけども、お願いしますよ、まあ、前回大運動会もさせていただき今回球技大会、はい、なんか大運動会もめちゃくちゃ楽しかったんやけど、うん、この球技大会、球技大会でやっぱりちゃんとこう大人も楽しめて子供も楽しめるっていう球技が用意できたことがやっぱり最高やったんじゃないかなと思って、うん、で、結果は出ましたけども本当にとも言ってましたけど、はい、全員勝者やー、全員優勝、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、また来年とかでも、うん、球技大会ちょっとやりたいなやりたいね思いますんでね、うん、以上ですかね、はい、本当に楽しかった、楽しかったね、そしてですね実は、はい、まだ終わりません、そうなんですよね、今日みんなこのメンバーが集まって球技大会やるって決まった時に子供たちからですねせっかくだからリレーがやりたいと言っていたんです、うんうん、まあ運動会でもやりましたけども、はいはい、やっぱりやりたい、やりたい、みんな言うんですよ、うん、なのでちょっとおまけで、おまけ、球技ではございませんが、はい、一発勝負のリレー大会やりたいと思います、まずは一旦締めさせていただきます、はい、第1回飛ばしてください、カジサックチームカジサック球技大会優勝は赤組でした、あ、えらい、青くん、えらい、お、えらい、おまけ、さあというわけでおまけのリレー対決、はい、なんですけども
ども、はい、実はですね、はい、本日こうくんがですね、うん、足もともと痛めてて、 それでも本人的に頑張りたいということで球技大会めちゃくちゃ頑張ってくれました。頑張ってくれた、うん、でも最終的にもうやっぱり頑張りすぎてちょっと足が痛くなってきたので、うん、リレーは一旦やめておくという、うん、無理しちゃダメだことです、はい、代わりに、はい、なんとあの人が出てくれることになりました。はい、はい、木島くんでーす。木島ほんでお前はこういう時にちゃんとカジサック T シャツ着てるさすがやな。後ろ向いて、はい、これもう非売品のやつやさすがやわ。ちなみにですけども白組の方に朗報です、はい、木島くん、はい、足速いです。やるぞめちゃくちゃ速いので、はい、まあ、いい勝負になるのではないかなと思っております。はい、果たして結果はどうなるのか、はい、これはもう勝ち負けどうでもいいかな。まあそうですね、うん、とはいえやるからにはおそらく子供たちは勝ち負けも気にしてるでしょうし、はい、怪我のないように、そうね、楽しんで戦いましょう、はい、それではよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは行きましょう。行きますよ。位置についてよーい、走るっていいね。走るっていいね。うん、結構大人みんな思ったと思うけど、うん、大人、はいはい、疲れ溜まってますね。溜まってる。疲れが溜まってるもん。もうここがね、下半身がもう言うこと聞かない。うん、みんな楽しかったですか？よかったです。また来年集まって、はい、なんか遊びましょう一緒に。やろうぜ。そして2本続けて見てくださった視聴者の皆さん本当にせーの。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。